ではここで皆様とご同行させていただいておりますミュージックツアーコンダクターをご紹介いたします。コンダクターから一言ご挨拶をお願いいたします。ピアノ尾崎千恵子さんです。こんにちは。本日はお越しいただきありがとうございます。今までの、ここまでの7カ国、特に何か聴いたことのあるという曲が一つでもあった方、おられますでしょうか。ありがとうございます。結構多いですね。ありがとうございます。例えば、お家の中でしたら、炊飯器で、炊けましたよのメロディーだったり、お風呂が出来上がりましたよっていうメロディーだったり、いろんなところで何かしら、聞いたことがあるかもしれません。なのでこれからもあとほんの少しまだありますけれどほんの少しですね、すみませんありますが、耳なじみのある曲がたくさん出てくると思いますので、あ、これ知ってるなとか思いながら、感じて聞いていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。フルートの山科由里さん。本日はこのような機会をいただきありがとうございます。私は海外はイタリアしか行ったことないので、落ち着けばもっといろんなたくさんの国に旅行してみたいなと思いますが、今日は皆さんと気分だけでも世界旅行できたんじゃないかなと思って幸せに感じております。バイオリンの稲田直子です。演奏の乱気流に揉まれながらなんとか無事ここまで来ることができました。コロナ禍でまだまだちょっと旅行といっても気軽には行けない世の中ではあるんですが、こうして気分だけでも演奏気分を味わえて本当に嬉しく思っております。まだ演奏ありますので引き続きお楽しみいただければと思います。はい、ありがとうございます。それでは続いて演奏しますのはアメリカ、はい、アメリカという、ね、タイトルのついた曲を演奏いたします。ドップラー作曲アメリカ小二重奏曲作品37番です。この曲は作曲者のドップラーと弟カールが演奏旅行の時に書かれたもので、その華麗な妙技を博して、ね、一躍人気になりました。で今日演奏する二重奏だけはいろいろ作品があるんですが、他のものと違って異色な作品で、アメリカを代表する名曲4曲をモチーフに大変分かりやすく愉快で楽しい曲となっております。まず助走に続いて1曲目「コロンビアを呼ぶ」、2曲目「星条旗」、3曲目「船漕ぎのダンス」、ヤンキードゥードゥ、4曲目ヤンキードゥードゥを感想によりつながっており、テーマと妙義的な変装バリエーションですね、次々と展開されます。本当に忙しい、最後の方は忙しい曲になっております。でその中で今日は星条旗、船漕ぎダンス、ヤンキードゥードゥを演奏いたします。お聴きください。
では楽しかった旅行もいよいよ日本へ帰ってきたいと思います。私ごとかもしれないんですけど、あちこち、お出かけしたり旅先へ行って帰ってきたりすると、やっぱり我が家が一番だなと思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。日本のいいところはやっぱり食べ物が自分に合っていたり、四季があるところではないかなと思います。この時期にぴったりな日本の歌メドレーを今日は選曲してまいりました。まずは茶摘み、夏は絹、我は海の子、村祭り、ふるさとをメドレー形式でお届けしたいと思います。ではお聴きください。
ありがとうございました。以上で愛媛サマーコンサート2022音楽で巡る世界の旅プログラム終了となります。本日はありがとうございました。季節があったりいろいろみんなで寄って相談するんですが、今回アンコールの曲は以前愛媛のコンサートに来ていただいた方々がもう一回聴きたいというご要望にお答えしまして、情熱大陸を今から演奏いたします。この人と一緒になるのは本当に珍しいことなので、はい、ちょっと最初は掛け合いからスタートするような形になっております。楽しんで聴いてください。
がいっぱいですけど、あの本当にするために皆様に拍手いただいてやってよかった。あのプログラムにも書いてありますけれど、県民局の助成金も認められていけるようになりますので、これからも続けていきたいと、音楽コンサートを続けていると思いますので、なんと今決まりましたのはクリスマス12月24日に今度は加西市民会館文化ホールを借り切りました。イエーイ。あのね、姫子どもキングダムも日本でやっております。で、あのジェネレーションは皆様からお子様に伝えたい何かがありましたらお声をかけていただければ、あの段取りさせていきますので、何かこれがあるよってお茶してたけど、また子どもにおせっかいよとかいうのがありましたらお声をかけていただければ、またいいイベントがあるよとか、いい演奏者がいるよって言うたら気軽に声をかけていただけたらと思います。あのチラシの方にいっぱい QR コードがありますので、うん、入ってきていただけたらいつでも24時間体制でお話ができますので、これからも頑張っていきますので、今日はどうもありがとうございました。